バートトブとは、トルベン・オイラトに属する部族の一つ。ガワンシャラ部長、ヨン・オイラト氏は、バートトブを、ホイトブと同じグループに分類しており、バートトとホイトは起源を同じくするものとみられる。パラスチョ、モンゴル民族資料集によると、ホイトブ思想、ヤバガン・メルゲンが内乱に苦しむ中国に壊れて、救援に赴き、自らは毒殺されたものの、 無事帰国した5人の武将がオイラトを5つの部族に分割し、その1つがバートと部になったという。また、パラスはバートとの語源を中国での戦いで彼らが示した勇猛さに対して与えた損傷であるとする。パラスの伝える逸話は、クビライとアリクブ家による定位継承戦争においてオイラト部がアリクブ家に味方して戦ったことを下敷きに作られた。 ものであると考えられている。14世紀末、オイラトブは、アリクブ家の末裔であるイエスデルに従い、トキハーン、トグステムルを殺害した。この際にイエスデルの下に結集したハンクビライ家の諸部族、オイラトブ、キューバルグトブ、キューナイマンブが結集して形成されたのが、ドルベン・オイラトと呼ばれる、部族連合であった。15世紀半ば、ドルベン・オイラトでは、エセン大使、 タイスン・ハーンに次ぐ第三の実力者として、アラクテムル・チンさんという人物がいた。この人物は、猛古源流で、オイラとのバートとのバガルフンお得のアラク上昇と記されており、バートと部首長であった。1452年、エセン大使がタイスン・ハーンを C 脚して、ハーンに着くと、アラクテムルはエセンに大使の称号を与えるよう願い出た。 しかしエセンがこの願いを拒絶し、自らの息子、オシュテムルに大使号を授与すると、これに起こったアラクテムルはエセンに反旗を翻し、1454年にエセンを殺害してしまった。エセンを殺害したアラクテムルは一時ドルベン・オイラトを掌握したが、ハラチン部の母来に敗れて亡くなり、バートとの優勢は短期間で終わった。エセンの死後、ドルベン・オイラトでは、混乱が続き、 衰退の一歩をたどっていた。15世紀末にダヤンハーンが即位すると、モンゴル諸部族の再統一に成功し、モンゴルに対するオイラトの劣勢は、明らかなものとなった。1574年には、オルドス部による大規模なオイラト遠征が開始され、ブヤンバートル本体寺がオイラトの8000ホイトを攻め、同時期にカザフハン国に遠征していたホトクタイセチェン本体寺も、 またはルスクルに市長を置いて、オイラトのバートトブを攻撃した。この頃のバートトは、ハムスト、ドゥリトクラに引き入られていたが、ホトクタイは、ジャラマンさんでこれを破り、バートトの民を征服した。1617年には、ハルハのウバシ本体寺によるオイラト侵攻が始まったが、1623年には、オイラト連合軍が、ウバシ本体寺に勝利を収めた。ところが、 その直後、1625年に補修徒部の賃貸士の遺産相続をめぐって、同ボイフ兄弟のチョークルとバイバガスとの間で戦争が生じ、これがドルベン・オイラと全体を巻き込む大規模な内乱に発展した。チョークルはトルグート部、バートト部と同盟を組んでバイバガスを攻め、バイバガスはチョロース部やホイト部の助けを得たが、最終的にチョークルが勝利を収めた。 この内戦後、ハルハブ首領とドルベン・オイラトの狩領たちとの間に結ばれたハルハ・オイラト法典第3条には、硫酸したホイとバートとバルグの民をハルハとオイラトで分割するという内容が記載されており、この時の内戦を通じてバートとバルグは壊滅的な打撃をこり、解体されてしまったものと見られる。実際に、この後バートと バルグが独立した部族として登場することはなく、ドルベン・オイラトは慎重による統治時代を迎える。パラスの記述には、バートとの大部分はオーミ・オイラトとトルグルトに入ったとあり、バートとの移民の大部分はトルグルト部とオーミ・オイラト保守ト部によって分割吸収されたものとみられる。ありがとうございます。